ぱもっともっと使ってもらいたいですよね、内刃物をね、良さを、使ったら全然違いますもんね、すごい辛いっていうイメージがあると思うんですよね。でもね、実際作るとすっごい楽しいんですよ、この刃物作りってね、なんでそうですね、ぜひ一緒にね、その若い子とみんなで力を合わせて。